これはシングルレバーパドルです、レバーの先端に直径10ミリの、ネオジム磁石、強力なネオジム磁石がついてます。前方にはそれに対抗して逆極性の同じネオジム磁石がついてます。したがって、非常に強力な吸引力があるので、いつもこのレバーの中心点が安定してます。それとバネと違って非常にタッチが柔らかくてですね、軽いタッチで操作ができます。でこの接点のところは 0.5 ミリの、輪制銅板が両方に貼ってありますので、その分接触する時のタッチが柔らかくなりますね。ちょっと照明の関係で見にくいかと思いますけど、それでもう一回打ってみます。でこれはシングルレバーパドルなので、この左右の電極を短絡することによって、往復電源として使うこともできます。で命名はですね、マグネタイザーとつけました。まあ、マグネットを使っているということと、それから引き付けるような魅力があるというふうに考えまして、マグネタイザーというふうに命名してあります。通算製作番号は932号になります。